ワルシャワ地下鉄、ワルシャワ地下鉄、ワルシャワ地下鉄はポーランドの首都ワルシャワで運行されている地下鉄である。ワルシャワの都心と人口の多い北部及び南部の郊外を結ぶ南北の1号線と東西方向に走る2015年3月8日に開通した2号線の最初の区間で構成されている。ワルシャワに地下鉄を建設する計画はワルシャワが ポーランドの首都の地位を回復した1918年にまで遡る。地下の鉄道が建物が密集する都心部の交通問題を解決する方法として期待された。ワルシャワの路面電車当局は地下鉄を1920年代末には着工する計画で1925年に事前計画とボーリング調査が開始された。しかし世界恐慌によって この計画は葬り去られた。が1934年にワルシャワの新市長に選出されると地下鉄計画は再開された。市長は1920年代に作られた地下鉄計画に若干の修正を加え、1930年代末には建設に着手することを計画し、当時計画されていた2本の路線のうち最初の方は1940年代半ばまでに、 完成する予定となっていた。その時点で地下鉄網の計画は2路線で構成されていた。A 線は南北方向に走っており、全長 7.5km で今日の路線におおむね沿っていた。南端は北端輪であった。この路線は新しく建設されるワルシャワ中央駅やそれに続く都市を東西横断する鉄道トンネルと交差する計画になっていた。B 線は 東西方向に走っており、全長6 3トルで西端のカラフードナ、通り、黒ドナに沿って進み、の下にある、中枢駅を通って、ビスワ川の急斜面に達する。そこから、路線は地上に出て、ビスワ川に新しく架けられた橋を渡り、東端のワルシャワ東駅に達する。合計して、35年で7路線が建設されることが、計画されていた。 工事はついに1938年に開始されたが、第二次世界大戦によりこの工事は中止となってしまった。1938年に建設された短いトンネルは現在ではワインセラーとして使用されている。第二次世界大戦ではワルシャワは大きな被害を受けた。大戦前の計画のほとんどは戦争中に中止に。 追い込まれたが、計画を策定した技術者のほとんどは、戦争を生き延びて、計画の再開に参画すべく、ワルシャワに戻ってきた。しかし、大戦後のポーランドの共産政権は、大戦前の構想とは全く異なる都市計画を描いていた。理想的な共産主義者の都市として、ワルシャワは分散化され、都心へ通勤する必要性はあまりなくなった。このため、ワルシャワ復興事務所は、 多くの技術者を深い掘り割りで街を通過する高速都市鉄道、SKM の計画の準備に割り当てた。大戦前の A 戦の計画に大半の点で沿っていた計画であったが、中央駅のみが地下に設置されることになっていた。しかし1940年代以末には、この計画は中止された。この代わりに1948年に異なる計画が検討された。今度は、 SKM は深さ15メートルを通る地下鉄として計画された。提案された南北方向の路線は都心部で平行な3本の支線を持ち、ビスワ川に沿って発展する都市計画に沿っていた。しかしこの計画は着工されず、再び計画は破棄された。1950年代には冷戦が激しくなり、ソビエト連邦の戦略計画により、 ビスワ川を渡る安全な交通機関が必要とされた。これを達成する一つの手段として、ワルシャワに深さ46メートルに及ぶ深層の地下鉄網を建設する方法があり、地上の鉄道網と接続して、平員輸送手段とすることができた。計画では、最初の路線は全長約11キロメートルで南北方向になり、ビスワ川を横断する支線を都心部で分岐することに、 なっていた。川の両岸の合計17カ所で同時に、この工事は着手された。1953年までに771メートルの長さのトンネルが建設された。しかし、ヨシフ・スターリンが死去して、デタントが始まると、技術的問題という理由で、すべての工事が凍結された。その後数年間は、分岐点のトンネルと1カ所のシールドトンネルだけが、建設を続けられた。 こうした工事は、ワルシャワの地下の地層を掘り抜く最適な方法を、検討するために実験的に行われていた。第四期の土壌のもとに、先進予の粘土が広がる構造になっていたのである。最終的に1957年に、すべての工事が中止となった。1955年からは、浅い地下鉄の計画に再び戻ってきた。しかし計画策定は、父として進まず、また、 経済状況から以降の共産政権は大きな事業を実際に開始することができなかった。最終的に1984年に計画は政府に承認されて最初のトンネルが建設された。資金の不足、問題のある計画、冗長な官僚主義のためにこの工事の進捗はとても遅く、1日に2メートルを超えることはなかった。地下鉄は1995年に 合計11駅で開業した。最終的に1号線は全長 22.7km に21駅となった。続いて東西方向の2号線に2010年に着工し、2015年3月8日に最初の区間 6.3km7 駅が開業した。1995年4月7日に開通したワルシャワ発の地下鉄路線である。その後、 徐々に延伸され続け、2008年10月に当初、計画された全線が完成した。カバティ駅からワルシャーを南北に結び、ムーチヌイ駅まで走っている。途中のワルシャワ・グランスク駅前駅とセントルム駅で、ポーランド国鉄に接続している。シフィエントクシスカ駅は2号線への乗り換え駅となっている。 東西を結ぶ2番目の路線の最初の区間の建設契約は2009年10月28日に結ばれ、2010年8月16日に着工された。この区間は、ビスワ川をくぐるトンネルを含む全長 6.3km で、1号線との乗り換え駅となるを含めて7つの駅があり、2015年3月8日に、 ダシンスキロータリー駅とワルシャワビリニュス駅前駅の 6.3km 区間が開通した。現在も建設が続けられており、全線が完成すると 32km27 駅の路線となる予定である。シフィエントクシスカ駅は1号線への乗り換え駅となっている。は8駅で構成される計画路線となっている。当初はすべての車両はロシア製であった。この車両は 旧ソビエト連邦からの供与として、地下鉄が開通する5年前の1990年に、ワルシャワへ到着したもので、モスクワ近郊のムイテシニアルで製造された、81から717.3、714.3型重量である。追加の車両として、サンクトペテルブルクのエゴロフ工場、イエゴーブから1994年に81から572、 573型32両が、そして1997年に81から572.1、573.1型18両が届いた。1998年にアルストムに百0 8両の新車が発注された。これらの車両は2005年までに納入された。このうち24両がバルセロナで、残りが補助符で製造された。2006年には、 追加車両がロシアに発注され、2007年中に納入された。これは既存のロシア製編成に追加して、編成を長くするためのものであった。2011年現在、40編成中15編成がロシア製の古い車両で、7編成がロシア製の新しい車両で、18編成がアルストム製の車両となっている。ロシア製とアルストム製の車両は、 互換性がなく、同じ編成に連結して使うことはできない。一方、ロシア製のものは、両端にある運転台付けの車両の仕様が揃っていれば、古い車両と新しい車両を混在させることができる。2011年2月には、シーメンス製のアンスピロー35、編成発注する契約が結ばれた。このうちのかなりの部分は、ポーランドのが製造を担当することになった。 最初の5編成は2013年に営業に投入された。しかし2013年11月に火災事故が発生し、安全上の理由から前後編成が問題が確認されるまで運用から外された。原因の調査が完了した後2014年3月に運用が再開された。唯一の車両基地がの南にある、ポーランド国鉄のワルシャワイコールオケンチェ駅と、 車両基地を結ぶ単線の連絡路線が存在する。この連絡線は、非電化であり、時折車両の交換に使用されているだけである。一番目の路線、一号線は、初期に提案されていた、より東や西へも伸ばす計画、そのうち一方は計画中の四号線になるに比べて、妥協して、市内でも重要な場所のいくつかには行かない計画となった。 例えば、ワルシャワの主な観光地であるが、公共交通の不十分なワルシャワ旧市街は、直接通っておらず、その西側およそ600メートルのところを通っている。また、ワルシャワ中央駅も通っておらず、最寄り駅は400メートル以上東にある。二号線も、中央駅を通らず、最寄りの駅は約400メートル北にある。2015年3月の二号線の開通まで、 ワルシャワでの地下鉄網は、ビスワ川の西岸に限られており、ワルシャワの都心と東岸を結ぶ大きなボトルネックとなっているビスワ川の橋の問題を解消する子ができていなかった。オケンチェ空港、ワルシャワショパン空港へ結ぶ3号線の計画は、見通し可能な将来の範囲では破棄されている。交通計画の担当者は、ワルシャワの西部郊外を走るワルシャワ通勤鉄道、 WKD は、ワルシャワの路面電車網、または、地下鉄あるいは将来的な近郊鉄道網とより、緊密に統合することができると提案している。最初の、そうした計画は1930年代以末に、準備されており、都心部を東西に抜ける鉄道トンネルはそうした、鉄道と地下鉄が共用できるようになっていた。1990年代半ばに、ワルシャワ通勤鉄道、 ポーランド国鉄、ワルシャワ地下鉄は一時的に統合されて、ワルシャワのトラベルカードは、近郊鉄道でも有効となった。しかしこの提案は、1999年に、経済的な問題から破棄されてしまった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。